今日疲れてんの。スプーンちっちゃ。小春のスプーンちっちゃ。このスプーン。はーい。自分で好きなのっていいよ。あ、ありがとう。ちっちゃ。パパのスプーンちっちゃ。大事なのはでっかりに。全員でっかりに。いただきます。はーい。今日の晩御飯はオムライスだ。でかいスプーンだ。お、いいねそれ。でかオムライス好きな人たちやったんの。いや違います、違います、使い方違います。こうやってた、目の検査してた。こうじゃなくてこうや。違う違う、使い方違う。食べてよ。いただき、よくかけないの？かけない？どっちもいいけど。かけてあげる。お、優しい。かけてあげるって。うん、大事。自分でかけるんかい。めん玉何個あんのちょん。二つでいいやん、めん玉やったら。ちゃんと全部出さないか。何個あった目玉？何個も。適当やな。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、11個、12個、13個。多い。めちゃくちゃ多いや。どうも。一発で。多いな、目玉が多いな。パパの量多ない？パパの量多ない？こんな食えるか？食べてよ。あなたご飯食べてあげよう。小原さん、じゃあケチャップかけてパパのに。なんて書いてほしい？え？そらパパ大好きとかさ。え、じゃあさ、パパ入れなくて大好きだけでいい。誰が好きなんですか？ハートとかできちゃう。あ、ハートね。え、何書いてる？たくさんなっちゃうから。どこにかけんね。ハートちゃん大丈夫。ハート、ハート、ラブリーなハート。あー、うまい、うまい。やる。誰のハート？ありがとう。ケチャップをとりあえず拭かないと。青いスカートに赤いケチャップがつきましたね。あ、スカートに落ちたん。そう。終わった。すごい。やった、ありがとう。初めて上手にできた。うん、見て、ハートかわいい。どっかの目ん玉変えてるやつは違うわ。すぐ立つ。大阪には あれ言っていいんだな。ダメです。座ってください。おとなしく座ってください。大阪にはうまいもんがいっぱいある。たこ焼き、餃子、さつまいも。あれ言わないから。変なの。あ、ママのはかけんでいい？ママのかけるよ。いやいやいや、君たちがかけてんの。え、なんてやったっけ。なんでもいいよ。じゃあまずハートで。うんこでいいじゃん、うんこで。やだ、うんこを言うならパパにかけて。なあ、じゃあ大輝、ハート、ハート。お、どう？うまい子できた？待って、もうちょっとかけたい。誰に？ママ？大輝？じゃあそれ。あ、うえい、パパより全然うまいけど。イエーイ。おいおいおい。え？ありがとう。あと一人。めっちゃ上手。あと一人。けどさ。はい。どっちがうまく出てるかわかんない。そうですね。ありがとうございます。私もいいよ。じゃあいただきます。いただきます。いっぱい食べてね。